YouTuber って面白い人って一人もいないと思うんですよ。逆に山下さんいます？面白い YouTuber います？面白い、それカメラの前に言えます？いや、じゃあもう俺ら巻き込まないでね。面白い YouTuber、 それが答えじゃないですか、やっぱり今の発言が。面白いって言って見てないよね、だから、うん、ですよね、うん、そうですよね、うん、なんか、まあ、見てて、まあ、楽しいっていうのはあるかもしれないですけど、面白いな、うまいなっていうのは僕本当ないと思ってて。いや、僕一回も笑ったことないんですよ、 YouTube 見て。まあ、笑うってそうか。それは笑われた時大丈夫なのね、言っても。いや、僕ずっとそういうの動画で言ってるんで。すごいね。やっぱ僕ずっとテレビ見て育ってましたし、 YouTube で見てたのも YouTuber じゃなくて、まあ、転載されてるテレビのなんか動画ずっとキラキラ笑ってましたし、それで YouTube 見て面白いってならないですよね。言い方。いや、ならないですよね、それで。だから僕もテレビやっぱり見てたので、僕のやってるのは全部テレビの真似事ですね。 あれが面白いんですよ。確かに金は稼いでますよ。でも、うん、面白いから稼げるとはまた違うというか、はいはいはい、だからうまくビジネス僕ら乗ってるだけで、うん、特殊能力あるやつは一人もいないですね、うん、まあ、ゴルフとか釣りとかね、そういうのは特殊能力だったりするんで真似できないですし、面白いとかではないんで、素晴らしいチャンネルいっぱいあるんですけど、 90% 以上がそんな感じですね。とんでもない数字出てきたな。すごい。逆にというか、ラファエルさんが勝てると思ってる芸人とかはいるんですか？いや、勝てる芸人はマジでいないですね。これは本当にテレビ向きとかじゃなくて。吉村勝てる芸人いないんですって。いや、勝てるって大丈夫だよ。それで言うと、僕今仲良くさせていただいてる芸人さん、ハゲちゃんという方、吉本芸人の方いるんですけど、ずっとプライベートも動画でも仲いいんですけど、その理由は面白いからなんですよ、はあ、でもテレビに出れてないじゃないですか、その人あんまり、はあ、テレビに出れない芸人さんでさえトップ YouTuber が面白いって尊敬しちゃうレベルです、はあ、はい、そのハゲちゃんっていうのは仲いいんだけど、飲んだりしたりやっぱ遠い席にいるから、まだ俺には喋れないよね。上すぎて、ハゲちゃんより上、ハゲちゃんが喋りかけられないんだよ。かけられない。吉村ちゃん全然上。ちなみによ、ちなみに。でもハギちゃんの方が面白い可能性もありますね。普通にそれは確かに違う芸風だけどね。確かにハギちゃんの方が盛り上がってる時はある。そういうのもあって、僕はそのサラリーマンの時に俺でもできるんじゃないかってことで、その時にもういろいろ解析したんですよね。なんでこの人たちがこんなに人気なんだとか、こうバーって解析したら、ちょっとその辺にあるお兄ちゃんがなんかやってる感じにするのが一番 YouTube にハマるんですよ。そういうロジックを解析していって、もうビジネスでどん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 。だから YouTube 全く好きじゃないです僕。だから、全く好き。そう考えると逆に YouTube 始めたら人気出るな、この人って人もいる、テレビで出る人いますね。ちょっとこれ言いたくないですね。でも、なんで、今ので言うとそうだよね。いますね、いますね。誰じゃ、僕コンサル業とかやってるんで、 あんまり言いたくないんですよね。でもそれで言うと、まあ、ヒントですけど、芸人さんってすごい MC もってすごい人いるのに、 YouTuber でうまくいかない人っているじゃないですか、実際に。なんでって感じじゃないですか。でも全然底辺のやつが売れたりするとかあるじゃないですか。あれはそもそもやり方が悪いってのももちろんなんですけど、それ以前にもう YouTube に向いてる向いてないってまずあるんですよ。職業としてあなたはこの職業に向いてないっていう入り口でつまずいてるんですよ。誰でもかんでもいいわけじゃないんですよ、 YouTube。 なるほど。 そのロジックを分かってない人は何やっても無理ですね。こん中だったら聞いてですか、誰が向いてるか。いや、でもこん中だったらやっぱ吉村さん。うわ、そうなんだ。やっぱそう。でもさ、吉村嬉しいか、今のロジック聞いて。違う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 、それ語弊があります。ちょっと面白くない、普通の明るい兄ちゃんが言ってたけど、やつって言ってたけど、ここがありすぎると向いてないっていうロジックやと。サンドタオル出しちゃったからラファエルが。ちょっと待ってください、そういう意味じゃないです。でもそういう悪い意味じゃないです。なんか今のままだと悔しくて口が鉄の味してきたんだけど、ね。だいぶ噛み締めてますね。でも一番受けそうだよね、やっぱ。そうか、だから。ちょっと本気出してやってみようかな。全然僕も無料でコンサルしますよ。いやいやいや、それはとんでもない。僕ちなみにですけど、自慢じゃないですけど、コンサルっていうのは月に2回会議に出るんですよね。今2時間ぐらいの会議に出るんですよ。それで大体いくらもらってると思います？月2回会議出る、はい、2時間ぐらいの。僕が行くっていうのがコンサルのやっぱメインなんで。いくらだと思う？出るだけでしょ、うん、まあ言ったらそうよ、うん、3、4万。あ、3、4万、1回3、4万。池田さん、時給1時間100万ぐらい。あ、めちゃ近いっす。めちゃ近いっす。1時間100万ですよね。で、僕2時間出るんで、それが2回じゃないですか。400万。まあもうちょっと上ですね。うわ、いや、すごいね。すげーよ、やっぱ。すごその人に無料でやってもらえるんですよ。確かに。じゃあもうそれ無料でやります。無料でやります。めっちゃいいじゃないですか。ていうか、よく今日のギャラ納得したね、それ。確かに。
ょ。だってマジなのそうでしょ、まあ、びっくりしたでしょ。 それで言うとこれ言っちゃダメって言われたんですけど、今日のギャラそれこそあのさっきの言ったぐらいですもらってます。あ、そのぐらいもらってます僕。おい全然話違うじゃない。来たの来たの来たの。落ち着いて落ち着いて落ち着いて。桁から何かの俺たちはもう喋らんぞ。いやいや、その落ち着いてください。すいませんすいません、落ち着いてください。桁も数字も何も違うぞ。コンサルしますから、コンサルしますから、落ち着いてください、落ち着いてください、落ち着いてください。びっくりした、落ち着いてください。あんたが肩つっちゃったよ。落ち着いてください、すいません。でも金じゃないからね。金じゃないからね。お金じゃないって言ったら、でもいや、お金じゃないですよね。でもそれはその価値のある方だから俺はいいと思うんですよ。とんでもない。いいんです、それは。本当にそれはいいと思う。でもよろしくお願いします。びっくりした。今後とも。2014年、ラファエル先生は副業で YouTube をスタート。しかし勤めていた会社の規則が大きな障壁に。副業禁止ですね。そうなんですよ、副業禁止なので、まあ、あの僕当時一部上場企業の法人担当してたんで僕が。じゃあやばい。当然絶対そんなことダメだし、 YouTube は職業として認められてなかった時代なので、どうしてもやっぱりこう隠す必要があったんですよね。それでこの仮面。そうです、それが理由ですね。で当時はその、まあ、いろいろ見てビレッジヴァンガードにあったんで、それでそれを買って、で服もあの別に何でもいいんですけど、いろいろ考えてとにかく時短にしたかったんですね。でそうやって考えた時に、まあ、毎回ひげ剃ったりなんか髪やったりとだるいん で、 なるほど、なるほど、ずっとこれなんですよ僕。なるほど、バレないし楽だし。あと、まあ、僕のこのラファエルもやっぱり一番検索されるワードって考えた時に、最も有名な名前ってなんだろうな、かっこいい名前でって考えた時にラファエルっていう名前考えたんですよね。それっていうのは未だに例えばツイッターの検索でも常に上位にいますね、ラファエルって。でも僕じゃないんですよ、これモンストのラファエルなんですよね、キャラクターの。モンストってゲームのとか、あとは世界で言ったら天使でラファエルって有名じゃないですか、四大天使の一人なんで。何でもよかったんですよ、名前なんて。頭いいわ、賢い。頭がいい、はい、その時にそれ考えてフード、仮面、ラファエルって名前でやったんですね。で副業で、そうなんです、それで始めましたね。出世する人だね。そうなんだね。あと、まあこの、まあ、後付けなんですけど、やっぱ一番強いのは、その皆さんって死んだら1年後忘れられると思うんですけど、僕って300年後もいるんですよね。ずっと引き継いでいけばずっといるんですよ。なるほど、これを。そうです、そういうことか。200年後ハリウッドスターになってもおかしくないんですよ、次のラファエル何代目とかが。キャラクタービジネスするのはそういうことですね。すげー、それがめちゃくちゃ強いですね。やっぱりそうか、今もひょっとしたら2代目かもしれないし、その可能性ありますね。どういうことよね。その可能性あります。そういうことだ。だから吉村さんコンサルティングっつって、いざ始めたらあなたにこれを授けますみたいな。いただけんのみたいな可能性も。でバーレスクやってさ、これ以外全部脱いじゃって、脇鳴らしちゃって。お前じゃねえかよ。そして分析をいろいろして僕はこう思いました。次のページです。まあ、絶対に成功できる今しかないですね。あの、まあ、先ほどもちらっとお話したんですけど、本当に面白くないんですよ YouTube って。めちゃくちゃ言うじゃん今日。いやいや、僕本当にちょっと嫌いぐらいですから。あのまとまったお金があったら明日やめます YouTube。 明日やめます、本当にやめます。あの YouTube っていうのがあの見られてるっていうのは面白いからじゃなくて、スマホが普及したからっていうのが大きいと僕思ってるんですよ。あと時代とか。それ動画を見て、でも自分はつまんないなと思っても人気じゃないですか、はい、どうやって分析したんですか。それはこれ僕分析ですよ、うん、そもそも YouTube の全体のパイの中の8割以上が子供なんですよね。例えばダウンタウンの松本人志さんが、うん、そこの市場で勝てますかって、勝てないですよ僕に、うん、子供には受けないじゃないですか、うん、分かりますね、うん、例えば小島よしおさんとかがやったら多分バズります。なるほど、そういうことです、はいはいはい、っていうのをいろいろやっていくと、まあ、ちょっと勘のいい方だと分かると思うんですけど、こういうふうにやればいいんだなっていうふうに。そもそも戦ってる戦場が違うんで僕ら、そもそもルールが違うんで、うん、そうなんですよね。でそれで、まあ、第1作目の完成した動画が次のページです。スライムカレーを食べる動画。本当のスライム。これちょっと本当黒歴史なんで、あんまり絶対 YouTuber って黒歴史ある言いたくなかったんです。歴史あるんですか。そうですね、今日一応その動画があるので、ま、はい、見てがあるということで、ちょっと見ていただいていいですか。だってマスク外さないと。ラファエル先生が YouTube に初めて投稿した動画を見てみましょう。こんにちは、ラファエルです、今日はですね、またまたビレッジヴァンガードさんでフラット立ち上がったら、こんな感じの空気になります、本当にこんな感じです。女子高生とか
人が仲間になる。何だろうと思ってみたら営業マンでめちゃくちゃ成績あって自信があったネットではやつがやったのかなんですけどこれです。売ってるんだ。スライムカレー。一応この商品は当時めっちゃ流行ったみたいと思います。めっちゃ出すじゃん。ちょっとこの中二病をくすぐるような。なるほど。そうそうそう。うわ、すごい色。めちゃくちゃ恥ずかしいです。本当に黒歴史、この音とかも確かにつけてる。なんだこれ、全部自分で。本当違うんじゃん。僕がやっちゃいました。映像がついてるんでやっちゃいました。試食してみたいと思います。すごいいい匂いなんだけど、もう喋りも遅いですし。あ、や、あ、見えてない。あとこれちょっと今気づきましたけど、これ普通にカレーですね。出てますね。あ、ちょっとこれ放送事故で、はい、美味しくカレーだなと思います。これなんか食べた感じになってる。カレーでした。ありがとうございます。マスクがそんな感じで、もう喋りも遅いですし、テロップもないですし、もう最悪な動画で、僕本当にガチで今見て気づいたんですけど、僕今まで顔一回も出したことないですけど思いっきり出ましたね。初回だからちょっとね、これ本当に絶対ダメなのに。やばいです。これ池田さん、ちなみにこれ見られてどう思いますか。いや、なんでこれをチョイスしたんだろうっていうのもすごい気になりました。そうですよね、すいません。そこが謝っちゃうんだ。あんなに強気だった自分でも認めてる。ここに関してはね。これやっぱ分析してこの企画を思いついたんですよね。そうです、分析してこの企画です。だからもう分析までのトークが振りにしか聞こえなかった。でも一番やってほしいのは吉村だから。確かにね。吉村さん見たいわ。やろうかな。でもやっぱりその人生初の1本目の動画で、当然僕最近は得意ですけど、カメラに向かって喋るっていうのがなかったですし、全部一人なんで、で僕のそのハードルがイメージが高すぎて全然違うから、もうド緊張でもう何もできないし、もうやばかったですね。ちなみに編集とかは、あの音楽つけたり編集も勉強したんですか。あ、全部自分でやりましたね。でまあそんな感じで納得いくまで、まあ動画を撮って何度も繰り返してこう配信してっていうのをずっと続けてましたね。何杯もこれ食べたんですか。大体5つぐらい買ってやりましたね。まあそういうことか。そのぐらいやっぱ自分が自信あって、すごいバカにしてる YouTube の視線上に乗り込んであんな感じです。いや、まあそうね。そうか、俺もネタそうよね、最初作ったらうまくできないもんですよね、一番最初はね。最初は、まあ、そして開始から1ヶ月の結果が次のページです。この動画の続きはアベマで、最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。